拳隠せよ、浜クニルだ。休憩するのか。わかった。おお、これは手に馴染むぞ。タイマニン、ヤツ紫、お前が隊長か。うん、十一、十二。どうした？その程度の重量で顔を歪めて、普段から鍛えていない証拠だぞ。可動域が狭くなっている。横着をしないでしっかり動作をしろ。フラフラすな。しっかりと立って体幹を固めるんだ。お前の重さは私の7分の1だぞ。フォームを崩すな。筋肉を意識しろ。紫先生の重量がおかしいんですよ。世界記録どころじゃないでしょう。会長クラスの人たちは、むちゃくちゃだ。それでも大魔人か、まさきは。ただ、軟弱なりに負けん気は見せている。口を動かす元気があるならまだいけるな。呼吸をコントロールして力を入れろ。そうだ、その息だ。集中しろ。普段からこんなハードに鍛えてるんですか？愚問だな。タイマニンの任務は常に死と隣り合わせ、その中で勝利をしなければいけない。そのためにはこの程度の訓練、こなして当たり前だ。私だけじゃない。あの浅木隊長ですら簡単に任務を達成しているわけではない。日夜トレーニングを行い、肉体はもちろん精神を極限まで鍛え上げることで、あれほどの実力を手に入れたのだ。今でこそタイマニン浅木といえば闇の勢力を最も恐れられる存在だが、そこに至るには想像を絶する日々がある。
私もそうなりたいと願い、少しでも追いつけるようにこうして日々鍛錬を積んでいるのだ。お前も普段の行いを改め、トレーニングに励め。そのために今日お前を誘ったのだ。わかりました。まあいい、今日はこれくらいにしておくか。腕じゃパンパンだ。普段から鍛えていないからだ。ほら、これを使え。汗を拭くのはエチケットだ。それと水分補給もしておけ。BCAA やカーボンを混ぜて。ありがとうございます。ああ、うまい。生き返ったような気がします。そうかそうか。それはよかった。私は朝からトレーニングをしているな。今のバーベルカールが今日最後の種目だったんだ。そうだったんですか。お疲れ様です。ここまでは私もトレーニングをしながらだったが、ここからはお前の指導に集中できる。まさかあのタイミングでの連絡はこの状況を見越してですか。ああ、私の想定より早くやってくるとは思わなかったぞ。気合が入っていて実に結構だ。私から逃げようとするとはいい度胸だ。逃げようにも体が動かなくなるまで徹底的に鍛え上げてやるぞ。ああ、休憩は終わりだ。バーベルを握れ。くそ、俺の貴重な休日が。裏口を叩くな。トレーニングに集中しろ。罰としてもう1セット、いくぞ。キー